美代子さん怒ってるだろうな。そりゃ当たり前だろ。なあ、なんて言い訳すればいいと思う？まあ正直に話すしかないだろうな。男に捨てられたショックで。おい、お前が正直に話せって言うからだ。そこまでぶっちゃける必要ないだろう。熱出したのも怪我したのもね。ああ、わかったわかった。あ、いた。スタイリストと比べられても困る。大体、顔出したって何も話。追加公演、どうすんだよ。どうしようかな。プロの自覚あるのかよ、お前。去年のクリスマスまでは、あったよ。うん。だからこうしてピアノで金取れるようになっ。ごめん。そこじゃない。お前が謝るのはこの次のセリフの後。今の私にはもう日本で弾く理由がない。なんでそんなこと言うんだよ。春樹には関係ないだろ。何度言わせるんだピアノ。お前こそ何度言わせるんだ。カズさん、お前の価値をお前ごときが決めていいわけないだろ。視野狭すぎるだろ。こんな何にも興味を持たない人間のピアノをさ、みんな目を覚ましてくれよ。私なんてこんなヘボなんだぞ。見に来る価値なんかないんだぞ。あとは一人で行けるな、カズさん。やっぱり中まで着きそうか。行くよ。一人で叱られてくる。そっか。もしかしたら首かもしれない。そんなわけないから。なあ春樹、今日さちょっと遅くなる。夕方から人に会う約束してるんだ。そうかよ。それでさ、晩飯なんだけど。刹那だろ。それは週末に恋人に会うのは当たり前だろ。何隠そうとしてんだよ、バカバカし。必ず日が変わる前には帰る。ちゃんと飯作るから、おとなしく待っててくれ。いいよ、別に。泊まってきてもさ。なんなら、私が部屋開けようか？ちゃんと帰るって。だから、必ず今日中に帰る。何があろうと絶対に電話する。だから待ってろ。春樹、それじゃしっかり謝るんだぞ。あと追加公演のことは態度を保留していい。また今晩にでもゆっくり考えよう。うん、じゃあな、また夜に。刹那だろ。おはようございます、北原です。あ、はい。カズサなら今事務所に入っていきました。スウェツム、なんだ近所まで来てるんですか。はい。あの、もう一度言ってください。どこですって。ああ、刹那、俺その今夜だけど。悪い、ダメになった。急に夜遅くに打ち合わせ。明日はそっちに顔出せると思うけど、今夜は本当にごめんな。あよ、なんでお前が先にいるんだ。
今日は何時になるかわからないって。だってもう10時だ。何時から待ってたんだ。さっき着いたばかりだよ。本当に？嘘つく理由も待ってる理由もないだろ、うん、じゃあ帰ろうか。腹減っただろ。まあな。お前に絶対外で食べるなって命令されたから。簡単なものでいいよな。空腹が最高のスパイスだよな。それじゃあ。うん、決めた。そっかそっか。きっとひどいことになると思う。練習不足だし、モチベーション最悪だし。それはけど、カズさん、正直まだ気持ちは全然整理できてないけど、やっぱり今の私は周囲の人たちにあまりにも迷惑をかけすぎてる。美代子さん、コンサート関係のスタッフ、私で稼ごうとする水強なスポンサー、もっと水強な私のピアノを聴きに来る人たち、それから刹那、母さんと春樹には申し訳ないなんて思ってないぞ。陽子さんは今だってのんきに温泉行ってるんだぞ。相変わらず娘のことほったら、ま、いいけどさ、あの人には倍にして返してもらう。なあカズさん。なんだよ。お前が母親を愛してるのは分かってるけどさ、それでも仕方ないだろ、今までの私の世界だからさ。陽子さんだけじゃなく、スタッフや友達や、それに向こうが私に期待するのは勝手だけどさ。そんな寂しいこと言わないでさ。美代子さんも柴田さんも好きだけど、コンサートが終わったらもう二度と会うことはないか。ならさ、ウィーンにだってお前のことを好きでいる人は。私に指図するな。私を日本にいられなくしたやつが、お前なんかに何がわかる。私と東間陽子は私がこの世に生まれる前からつながった。私の進むべき道は東間陽子が示してくれる。確かに一時期お互いがお互いを見失ったことも、そう教えてくれたのは。だから私はこれからもあの人と歩いてく。そしていつか超えてやる。だって私にとって東間陽子は目標で、先生で、ライバルで、全てなんだから。昔に戻っただけだよ。ただだからさ、今度こそさ、絶対お前の前から。カズさん、もうここにいたって仕方ないんだ。お前につけられた傷をお前に治療してもらったって治るわけないんだ。それどころか次から次へと新しい傷ができるだけだ。だからもうさっさと日本公演終わらせてウィーンに帰るんだ。北原病院から退院するんだ。お前みたいな悪い男に惑わされることのない。カズさん、はるっけ、頑張れ頑張れ。カズさん頑張れ。やめてくれよ。こんなことされると後がつらいよ。今度こそリベンジだ。お前の凄さを日本中に見せつけてやれ。きついよこんなの。生殺しだよ。また傷が増えてくよ。友達を励まして何が悪い。何が悪いって言うんだよ。だって私全然諦められてないんだぞ。
今は普段通りに振る舞えてるけど、一人になると泣けてくるんだぞ。それに誰かに見られたらどうすんだよ。別にどうもしない。刹那に見られたらどうすんだよ。どうもしないって言ってるだろ。こんなの隠す気もない。ハルキ、お前は本当にひどいやつだ。かもな。やっぱダメだ。振られたのに脈はないって思い知らされたのに、なのにこうしてお前に抱きしめられると嬉しい気持ちを抑えられなくなる。お前に甘えて強がって舞い上がってこんなにも痛い女になってしまう。いいよ、今だけは。ああ、もう、くそ、なんでだよ。私はこんなにもお前のことが好きなのに、なのにどうしてうまくいかないんだよ。そんなに私のことが嫌いか。こんな痛い女はお断りなのか。ハルキ、そんなこと一言も言ってないだろ。だよな。だってお前待ってただろ。実は私のこと駅でずっと待ってたんだろ。待ってないよ。嘘つくな。だってハルキの手こんなにも冷たいじゃないか。ずっと外に駅前にいたんじゃないか。待ってないって。白血病なんだってさ。はい。だから白血病、普通は発酵のヒロインがかかる病気な。半年前くらいかな、たった2時間のコンサートで体がふらつくようになってきたのよ。3、4曲目あたりで動悸や息切れが激しくなってきて、ああとうとう来たか糖尿病って。普通は誰でもそう思います。ギター君は相変わらずだ。すいません、まだ状況を飲み込めてなくて。まあそうよね、当の本人でさえ。向こうの病院で軽く見てもらった時には貧血だって言われた。それでもやっぱり症状が改善しなくてね。1年前ならオールナイトで、それでこれはヤバいんじゃないのってことになって、その手の病気に関しては世界的権威って言われてるし、何よりまあ昔からいろいろとあった間が、来日してから何度か検査入院して、入院、さてどうしようかって時に結構ヤバい症状が来ちゃってね。あの日から2日ほど記憶がないんだけど、まあ今は大丈夫、週明けには退院できるから。カズさんにはそのこと言えると思う？今のあの子、もしかしてカズさんの来日公演も。いつかは連れてくるつもりだったけど、トーマカズさんは日本で受け入れられるのか。うちのバカ娘、私が生きてるうちにね。そんな、言っておくけどすぐ死ぬつもりなんか。はい、最近はだいぶこの病気の致死率も下がってきてるし。お願いします。ただね、もうウィーンには戻らない。自分の生まれた国ですもの。
なんだかんだ言って世界で一番愛してる国ですもの。カズ様、どうしよっか。ギダン君、そんな、今のカズ様、陽子さんを超えることだけが人生の目標で、なのに陽子さんしか頼れる人がいなくて。そっか、カズさんのことを拒絶したのね。ねえ、あの子のどこがダメだったの？そういう問題じゃないです。そんなこと平気で言える人間、世界また負けたか、我が娘は。やめてください。こっちとしても、かけだ、私だって一応親なんだし、カズさんが独り立ちできるまで一緒にいてやりたいって思うけれども、それをウィーンで実現させることはできない。だからカズさんを無理やり日本に連れてきた。ピアノの方に限って言えば、今の日本なら、今のカズさんなら、もうヨーロッパじゃなくて、もともとフリューゲルのじいさんは今年で引退だし、橋本健二っていう若手ナンバーワンピアニストを。だからあとはカズサが再びここで暮らせるか。でも結局ダメだったみたいね。 あなたこそがカズサを日本に戻すための最後の希望で、そして最大のネックだった。俺にそんなこと言われても、いきなりそんなこと言われても。あの子の気持ち聞いたんでしょ？ずっと一緒にいた私が保証しましょうか？あの子は毎日10時間あなたと会話してたのよ。だから思いが色あせることなんかあるはずなかった。10時間、そうやってずっと冷めない恋をしてたから、あの子のピアノはどんどん色っぽくなってって、いつの間にか世界に認められるようになっちゃって。そんな、カズサの告白聞いたんでしょ？なら今さら信じられないなんて言うのはなしよ。でもね、相手が悪かった。カズサにとってあまりに高嶺の花だった。俺が高嶺の花？だってギター君普通の人だもの。そんなハードルの高い相手、やっぱりあの子には無理だったの。意味がわかりません。だって私たちは普通の人の人生を壊す力を持ってしまっている。だからもしもあの子があなたを手に入れようとしたら、あなたの周囲の世界ごとぶち壊すことになる。それは別のある人にとってはとても残酷で無情で。陽子さん、俺だからね、ギター君、こうなってしまった以上、あなたはあの子を思いっきり振ってあげて、せめて少しでも傷の治りが早くなるようにスパッと切り捨ててあげて。絶対に自分で傷を癒そうなんて考えないこと。あなたが少しでも隙を見せたら、あの子は絶対に諦めないのよ。そんなことあるわけないって思う？それこそ普通の人の感覚ね。カズさんはね、本質的には私と同じ色状況なの。一般人並みの理性なんて持ち合わせてないの。陽子さん、出なければ5年も会わずにいた男をひたすら思い続けるわけがない。だからこれからも忘れない。下手をしたら、いえ、今のままじゃ確実に一生新しい恋なんてできるわけがない。そんなそれを決めるのはあなたじゃなくて。もう一度言うわよ、北原春樹君、あなたがあの子を受け入れられないのなら、今すぐあの子を捨てて。それがあの子のためなんだから。北原さん、北原さんってば。
なんか疲れてるみたいだねって。 あまり箸も進んでないみたいだし。あれじゃなくて体温計ってちゃんと言ってよ。いえ、気遣って。もしかして高博、この子は。よさないか。なんで食事中にふさわしくない話だってわかるのさ。しかも言い逃れまで中学生みたい。ちょっと待ってくれよ。紛れもなく彼女でしょ。あの全然そういうことじゃないですから。ただちょっと考え事してただけで。考え事ね。え、将来。おい、ちょっと高博、それは。何言ってんだよ。さっきからみんな聞きたくてうずうずしてるくせに。あのさ、北原さん、もしかしてさ、姉ちゃんにプロポーズした？姉ちゃんに聞いてもはっきり言わないしさ。父さんなんか今週すっごい暗かったんだぜ。いい加減な。高日なあ、今になって急に自分だけいい顔して。ちょっといないの？すいません。前のも、あら、そう、つまり、だから刹那だよね、春樹くん。春樹、要するに、ほら高日。なん、やめないかお前たち。いや、言ってないよ。ほとんど決まったって言ってんだよ。お父さん、いくら、ちょっと。今日は。いや、そんなこと。もう、だから気にしてないって。本当にごめんなさい。それじゃあまた来週。連絡する。バイバイ。さてと、世話になったわね、ナオリ君。僕のことをそう呼ぶのは、今や君とキャバ嬢だけになってしまったな。それってかなりいるってことじゃないの？そんなことより、これからだよ、陽子ちゃん。当てにしてるわよ。君の業界的にはそうかもしれんが。そんな理由で各国に配慮してたら、私の。相変わらずだね、君は。10年じゃ足りないわ。この後に及んで、まだそこまで。トーマさん、お迎えの方、見えられませて、そういうわけで。せめて、週に一度は診察を受けなさい。どうも。あら、やれやれ。は？相変わらず腐ってるのはあんたのそのピンク色の脳みそよ。それで？今からスタジオの方に向かいます。そういうこと聞いてるんじゃないわよ。どうして工藤さんは朝から晩まで拘束されだからって。会社の許可は取ってます。もちろん入院のことは言ってないのでご心配なく。あいつら。で、何の話？今日からの進め方について。進め方ね。第一に、あなたの病気のことですが。ミュちゃんは？工藤さんとはすでに話をつけています。本人不在でもうそんなことまで取り回る。今はカズサを追加公演に専念させることが第一だということで。ま、もともとそのつもりだったし。それでしばらくの間、陽子さんにはカズサとの接触を。目の前でぶっ倒れられても目安としては食後の薬がね、10種類超えてる。それと病院の件。
追加公演が終わるまでです。平気だって、少しくらい倒れ、寿命を減らす行為は元気、生きる楽しみを奪う、そんなこと俺が許しませんから。せめて追加公演が終わるまでは。で、その後のことは？別途協議ということで。協議に参加するつもり？あなたが一人で結論を出せないならば。ねえ、ギター君。だからって放っておきません。どうしようか、ギター君。初めての、そういう下世話のこと言わないでください。俺はあいつのこと永遠に憧れていたいんで。憧れ、だからいつまでもかっこよく生きてほしいし、だから自分の手であの子を幸せにしようって。しかもあの子の一番求める方法を選ばずに、うん、と口が過ぎたわね。忘れてちょうだい。まあおいおい考えていきましょう。ありがとうございます。これから一月ほどよろしくお願いします。ああ、コンビニ寄ってってくんない？タバコ買いたいの。これから一生禁止です。お酒は？たしなむ程度に。おっとっこ、カズサとどっちを取るか考えた上で決め。ここまで厳しいマネージャー見たことない。怪我したって聞いてたけど、聞く限りじゃ大したことはなさそうね。おかえり、元気にやってた？カズさん。おかえりというのはか。じゃあただいま。ずいぶんと早いお帰りで。そうなのよ、じっとも話してくれなくってさ。なーに、評論家にクソ味噌に叩かれたこと。まだ違う。いいのいいの、あいつあれ嫉妬なのよ。知り合いなのか。昔二度ほど寝たことがあるのよ。もういい、その先は言わなくていいから。あ、これお土産。よくもまあここまで日本を満喫できるな。だってふるさとですもの。自分だって若い頃このあなたはそんなにこの国が嫌い。ああ嫌いだね。早く追加公演も終わらせて、ウィーンの我が家に帰りたい。我が家ね。何が言いたいんだよ。別に、うん、まここにいても練習の邪魔だから解散するわ。ダメ出し、しないのか。たかがリハビリに付き合うつもりはないわ。休憩所にいるから終わったら声かけて。終わるまであと8時間ある。今日はあと2時間にしときなさい。ちゅ、じゃあね、無理しない程度に頑張りなさい。ん？少し痩せた？言ったでしょ、男が寝かせてくれなかったって。ああ、よ、もしかしてまたずっと待ってたのか。いや、今来たばっかだよ。30分前に会社出て。本当か？本当だって。神様にも悪魔にも誓える。ふーん、なら確かめる。勝手にしろ。あれ？だから言ったろ、今来たばかりだって。カズさん、おい、見られたってどうもしないんだろ。ちょっとくらい胸貸せよ。お前だからってその唐突な展開は。じゃあ行こうか、今日は疲れた。何なんだよ。なあ春樹、もう迎えに来なくてもいいよ。今日は何が食いたい？と言ってもカレーと寄せ鍋とチゲ鍋とおでんとポトフの中から。でも治ったし、そろそろホテルに帰るよ。でも昨日が水炊きだったし、カレーはこいつまでも私に構わなくていいよ。お前だって仕事あるだろ。ああ、あるよ。
東馬和沙特集号の仕事が。実は記事の最終チェック事務所通してると時間かかる。これ以上優しくしないでくれよ。けどお前一人暮らしは無理だろ。こっちにはもう使用人さんもいないし。できるよ。向こうでだって適当にやってきたんだ。適当じゃダメなんだよ。もうすぐコンサートなんだ。万全で臨まない。万全だよ。お前が心配することなんか何。食事はちゃんとバランスよく3食取れるか。約束する。ちゃんと朝昼晩食べるから。野菜多めで。両手のケアは怪我と付き合いながらやっていく必要があるんだぞ。毎日練習終わったら病院に行く。湿布だってこまめに変える。マスコミ対策は。失礼な奴らに囲まれてもにこやかに対応できるか。ほら見ろ、やっぱり信用できない。だからマネージャーが必要だって言ってるんだ。そんなものいらない。一人でなんとかできる。少なくともお前だけはもういらない。そう言っといてこの前のコンサート失敗したくせに。あれはお前が来てくれなかったから。ほらな。どうして私のピアノを弾いてくれなかったんだ。カズサがそういう限り俺は俺の万全を尽くす。今度こそお前のそばにいる。だからお前はあの部屋にいていいんだ。コンサートが終わるまで。コンサートが。あ、なんで。コンサート成功してほしいからだよ。お前の凄さ日本の人たちに分かってほしいからだ。お前にもう一度日本を好きになってもらいたいからだよ。飽きた。鍋は飽きた。カズさん、そっか、ステーキか。お前ステーキを舐めてるんじゃないだろう。任せとけ。レアもミディアムもウェルダンも。はなはだ不安だけどお手並み拝見といこう。よし、なら今日はデパ地下寄っていい肉買おうぜ。だからお前は貧乏人だって言うんだ。どうしていい肉と言いながら。あとデパ地下寄るならラスカルの滑らかプリンを一。甘いもの控えるって言ったよな、つい一分前。はい、おしまい。今日もお疲れ様でした。最後まで引くよ。痛むんでしょ。これ以上無理して悪化させたら。大丈夫だって。自分のことは自分が一番よくわかってる。そのセリフの信用度が急降下中なんだけど、特に日本に来てから。うるさいな。とにかく今日のところはここまでにしときなさい。手首をケアしてまた明日から頑張れば。ピアノくらい好きに弾かせてくれ。私にはそれくらいしかこだわるものがないんだ。そうなの？そうなの。あんたとは違ってな。だから邪魔しないでくれ。そんな風に枯れちゃって残りの人生歩いていけるの？なんでそんな先のことまで考えなくちゃならない。あなたが私と違うからよ。男なんかいなくても。私が心配してるのは自分の老後じゃなくて。それも大丈夫だろ。人のことどんなヴァンパイアだと思ってるの。体に気をつけて長生きしてくれよ。カズさん頼むよ母さん。それでいつまで弾いてるつもりなのよ。だからちゃんと最後まで。さっき窓の外見たらさ、ギター君が寒そうに突っ立てたのよね。30分くらい前のことでね、中に入って待ってたらって言ったんだけど。どうしてそれを先に言った。だってピアノくらい好きに弾かせてくれ。何度も言ってるだろう、今月はいっぱいいっぱいなんだって。そう言うなよ。
どうしても今日中でないとダメなんだよ。だから聞くって言ってんだろ。こっちこそ何度も言ってるだろ、電話じゃ話せない内容なんだって。あのさ竹谷、実は俺初めてメインを任されたんだ。ああ聞いてる。おめでとう春樹。ありがとう。でさ、月末が締め切りなんだよ今回は。ほんの1時間でいいんだ竹谷。まだ音熟なんだろ。9時か。頼むよ春樹。またイオのことか。だからそれもあったら話す。絶対に9時までだぞ。分かってる分かってる。ああどうした春樹、やっぱ迎えに行こうか。すまん竹谷、たった今やっぱり行けなくなったところだ。なあ、さっきの電話部長だろ。あいつをそう呼ぶやつはお前だけだったな。行けばよかったのに。肉ばかり拾うな。ちょ、そんなに入れるな。ま、糸こんにゃくなんか別にいいよ今だったら。余計に今月だからポン酢に砂糖を入れようとするな、ほら魚も食え。ま、待って、春菊だけは勘弁してくれ。それに竹谷はそんなお前はさ、友達の数と付き合いの深さは関係。昔からお前に近づいてくるやつって。それは気のせいだろ。なんだよその呆れたようなため息。呆れてため息ついてんだよ。うん。けどお前がいつまでもそんなだからさ、いつの。そろそろ増水。最初は見下してた。いい君だと。もうその話やめよ。けどだんだんお前が騙されることにイラついていって、あの時はその気持ちが何なのか分からん。そんなの思い込みだって。そうだな、私を見てくれるのがお前しかいなかったから、私もお前しか見なかった。今もお前しか見て。今お前が見てる俺はあの時の俺。この数年で俺は二度変わったんだ。カズサの知ってるあの頃の俺じゃなくなったんだよ。2年前までの俺は最低の人間だった。お前が嫌いな昔のお前みたいだった。いつまでも過去を引きずって誰にも優しくできなくて。過去ってさ、もしそんなこと言えるか。正しくても間違ってても今お前が見てる俺はその人に救われた後の俺なんだ。分かったよ。その人のおかげで元の俺とは違うんだ。言わなくていいって言ってるだろ。黙れよカズさん。帰るよ。食事が済んだんならさっさと部屋に戻れ。どれだけ変わってしまっても私の思い込みを否定することはできないんだぞカズさん。過去にとらわれてしまった私の気持ちを覚ますことはできないんだぞ。手首痛くないか。こうしてくれてたら痛くない。そっか、ならお前が寝るまでずっとこうしてる。いいよ帰れよ。分かってる、帰るよ。お前が眠ったらいいんだって。そんなことさせたら刹那に悪いよ。いいんだって。でもお前が帰らないと私眠れないよ。そんなこと言ってもどうせ10分で飽きる。余計な心配するな。ならかけるか。私が朝まで起きてるかどうか。分かった、受けて立とう。1時間以内に寝たら俺の勝ちな。朝までって言ってるだろ。そんなハンデはいらない。
後悔するぞ。どっちが？おやすみ。寝ないって言ってるだろ。ビーフカレー、サラダセットつけて。飲み物はミルクティーで。はい。あとフルーツパフェミニでしたら。じゃあフルーツパフェのミニサイズも。かしこまりました。少々お待ちください。よくそんなに食えますね。なんてね、食べられそうにないわよ。実は今にも吐きそう。それでも無理やり食べるの。朝どうして痩せたなんて言われないように。病気なんかに舐められてたまるかってのよ。陽子さん、それよりギター君こそ悪かったわね。こんな私の。構いませんよ。けれどカズサのことだけじゃなく、そういう数百万単位の話をポンとするのはやめてくれ。本当に親孝行なら、あなた自分の親とは仲悪いんですね。俺のことなんかどうでもいいじゃないですか。思ったより屈折してるのね。本当に恨んでない？何をですか？知りたくなかったんじゃない？思ってますよ。どうして俺にこんな重いこと。それは俺はね、もうすぐ世界一幸せな男になるはずだった。ああ、カズサのこと忘れて何の変哲もない日本人として。そのことカズサには。あなたはずるいです。で、本当は怒鳴ってやりたいですよ。本当に怒鳴ればいいのに。なんで面倒見てるのよ。病人を気遣うのは当然です。誰だってそうですよね。ほんと、いろんな意味で屈折してるわね。なんていうのは半分た。感謝って？全部正直に話して。自分一人じゃどうしたらいいかわからなくて、巻き込む相手が欲しかっただけかもよ。それでもいいんです。カズサの幸せも俺の意思。カズサのいない世界で生きていこうとしていたあなたがそういうこと言う？そばにいること。私はともかくあの子がそう考えてるとは。それでもそんなもの最初から。もうどうした？呆れましたか？口先ばっかり、建前ばっかりの言い方。ううん、違うわね。俺危うい。正直で面白くて。そんな風に見えますか？見た目は全然。俺なんて安全志向のつまんない。私には全然そうは。単なる臆病者だったらこんな。違いますよ。臆病者だからこそ。だって間違いなくそれが一番安全で。ええ、言う資格はないわね。こんな状況にあなたを引き込んだ張本人が。それでも怖いですか？人にはね、ギリギリのところで手を引く弱さも必要なのかもしれない。どうにもならないことをどうにもならないって嘆く弱さも必要なのかもしれない。で、引いてもいいのよ。カズサのこと見捨ててもいいのよ。あなたの言う小さな。陽子さん、親としては別に恨んだりしないから。そんなに簡単に引けるなら、俺はあなたに無理やり会いになんか来ませんでした。それもそうよね。やっぱり屈折してるわね、あなた。それでもうちのバカ娘をそこまで思ってくれてありがとう。あなたがそういうことをいつも口にしてれば、あいつはもっと素直で強い子になったんですよ。ほんと、いろいろままならないわね。まあそうですね。かぼちゃのプリン追加して。砂糖なしで作ってくれるか聞いてみます。